リップチャンネルをご覧の皆さん、久しぶりに3人揃ってリップスライムです。よろしくお願いします。そして今日はゲストになんとチェルミコの2人を迎えております。よろしくお願いします。お邪魔します。よろしくどうぞ。ひとまず乾杯でもしちゃいますかね。すみません、まだ日のあるうちからとりあえず何ですか、なんか乾杯もごめんなさい、パチンコしなくて。じゃあ乾杯、よろしくお願いします。そうですね、うん、ご時世ごめんなさい。美味しい、うまいね。カチワインとワインとハイボール、ハイボールをいただいてます。ハイボールとカチワリスタイルのワイン、いいですね、これ。そうですよ、カチワリスタイル、この日のある時間からね、こうやってやれるのが一番贅沢でございます。はい、はい、わざわざリップチャンネルありがとうございます。いや、こちらこそ呼んでいただいて、おしゃれな風が吹いてきたね。全然違うもん。ピンマイクをあんなおしゃれに、おしゃれにつけてるっていうね。みんなちょっといじられてるからね。本当にスウェット上下が寝巻きに見えない。すごいね、なんのこの、いやいや、なんの、やっぱ持ってるものが違うんだ。違う違う、チェルミコは違う、風が吹いてくる。なんか逆にやりづらいね。大変なことだね。だってこれもあのほら洋服屋さんで買ったら取らなきゃいけないやつ。あ、ピーピーですね。怒られちゃう。ほら、B ボーイはそういうのあるじゃん、あのタグがついたまんま。そうそうそう、それがフレッシュだ。俺は新品着てんだぜみたいな、そういう雰囲気に。あれも取らない。あれも取らないです。じゃないですよ。タグじゃないですからね。もうなんならもう持ってきたぞと店から。ピーピーって盗んでんじゃねえか。ピーじゃないです。そういうね感じですけども、まあちょっとまあチェルミコはまあなんていうかな、結構デビューの時からあの割とリップちゃん。もう影響受けてます。リップちゃん好きっすよって言ってくれてるから、そりゃもうそんなこと言ってくれるのもぜひともねうちに遊びに来ていただきたいと思って今日はねお呼びさせていただきましたけども、ありがとうございます、はい、しかもなんとフミヤが曲を、はい、はい、そうなんですよ、念願の。いやありがとうございます。ほら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 、そんな激しい、まあでも激しい曲ですよね。まあかなりね、ダンスナンバーになってますよね。ちょっとまあフミヤの得意なちょっとラテンチックなムードというかね。オラってのはどういうあれですか。もうオラオラそのままだよね。まあ最初にあのそのフック作るときに歌にしちゃうとランダバーみたいになっちゃうから、それだけは避けたいっていう。ああなるほどね。あ、そっかそっか、もうラップでガシガシいくぜ。なんで結構リズムが面白いような言葉遣いにしたいなっていうので、その鼻歌で言ったのがオラオラだったので。あーなるほど、使ったっていう。あ、そういう風にいつも作るの。割と仮歌を、うん、あの適当な感じでなんかなんちゃって英語みたいなとか入れながらやったりするって感じ、うんうん、ああ、ね、曲によっては。あ、そうなんだ、昔そういう風に作ってめちゃくちゃな歌詞になったことある、どれですか。いやいや、リップのあの世に出てない。聞きたい、聞きたい。なんだっけ、あ、なんかその鼻歌でなーね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 みたいな言って、それに歌詞を当てようとさ、パーティー料理サラミフォアグラデロってなってる。パーティー料理サラミフォアグラデロってなったね。願い。なんだそれっていう。何やの。連れて行くぜレッドリバー。怖い。うん。君そのセットアップリボック色いいっていう。ファーストマジック。ファーストマジック。めちゃめちゃいいじゃないですか、ね。ライブでやってたんですね。ライブでやってましたけど。まあでもね、でもそのオラニアも到底及ぶはね、なかなかのクオリティの曲で、しかも僕はガヤで参加してるっていうね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いやいやいや、すいません。ガヤは出てるんですか、ちゃんと。出てる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 。そうそうそう、ハイプマン的な役割で出てます。フレイバーフレイバーフレイバー、めちゃくちゃベロベロだった。覚えてますか。覚えてるよ。行ったことは覚えてる。ただブースに入って、もう来て瞬間にブースに入ってうわーってガヤ取ってそのまま帰ってったっていうようなイメージ。でも本当そうね。早かった。早かった。早かったっていうか、もう早くせざるを得なかった。得なかった。時間
勝負。時間との戦いだったから。あんな、ね、こんな、まあ言ったらね、キャリア的にはまあ先輩なわけでしょ、うん、このキャリアのやつこんな酔っ払ってきていいんだみたいなね、変な悪影響が。スターみたいな、かっこよく話した。ハリウッドスターみたいな。そっか、こんぐらい重ねるといいんだって言って。ダメだよ、絶対ダメ。そうだったんですね、はい、ダメでしょ、ダメでしょ、ね、でも、ま、でもね、その日に呼ばれたんじゃなかった俺。いやいやいや、2日ぐらい前ちゃんと言ってたっけ。で、前日にもちゃんと明日何時からだから、で当日も何時から何時だからって言って、あの感じで酔っ払ってきた。すみません、なんかいやいやいや、それはご迷惑おかけ、ご迷惑おかけしました。面白かったよね、うん、まあね、その二人がすごい喜んでくれてるのを見て、俺はすごい助けられた。ああ、もう助けられた。いや、もうね、嬉しかった。やっぱ知ってるまんまの料理さんで現れてくれた。なるほど。だからもう娘にアンパンマン見せてるみたいな。もう、あ、来た、アンパンマン、これだ、アンパンマン、やってる、持ってたなすいません、2巻持ってた、すいませんね、全然ありがとうございます。それ、はい、本人はバレてなかったと思ってたらしいから。いやいや、バレてねえとは思ってないけど、まあ、すごい、よ、全然ですよみたいな風にはしてたんだけど、ジェントルマンにしてた、ジェントルマンにしてたけど、それが全然もうバリッバリに出てるから、もう匂いも含めて。あの後ブース入りづらいと思うよ、多分。いやでもね、最初は分かんなかったですよ、私。本当？うん、分かんなくて。本当？本当に本当に。で、ラップをされてる時に、うん、あれちょっとなんか、あれちょっと遅いかもなとか、タイム感がね、ちょっとタイム感が重かったりするかもなとか思って、あれ飲まれてるの？どっちかっていうと俺ツッコミ気味のラッパーだから、そう、レイドバックしないんですよ。異様に遅かったね。レイドバックしてたな。だいぶレイドバックしてた。でもしかもオラオラってオラなのにアラオラとか、アラ両親がアラになっちゃってる。オラおばさんじゃん、アラやだってアラやだって。それがすごい良かったんですよ。いやいやいや、本当にね、素敵でした。でももうそ の, あの、うん、まあ俺の酔い具合も、そしてフミヤのトラッキングも、素晴らしいラップも、うん、全部あのもうオラという曲が絶賛リリースしてますもんね。ありがとうございます。リリース中ですから。やばいね、リバネになってるぞ。やばいよね。いやいやいや、どうしたんですか。あとは全部俺たちの話しますから。意味わかんないね。でも2人を呼んで、なぜこのおじさん3人の話をしないか。むしろね、聞きたいことはね、テルミコにいろいろありますから。大体 どのくらいで出会いでしたかね、僕らは。いつだったんだろう。でも、うん、私たちはね、もちろんずっとライブとかで、うん。